これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語だ。思わず強く願いながら彼女は鳥居をくぐった。あの景色、あの日見たことは全部夢だったんじゃないかと今では思う。でも夢じゃないんだ。あの夏の日、あの空の上で僕たちは世界の形を変えてしまったんだ。そろそろ節約しなきゃな。俺帰りたくないんだ。絶対。君家出少年でしょ。わかるよそれくらい。ねえ、今から晴れるよ。え？それってどういう…晴れ女？よし、少年採用。今の仕事はこれ。歴史と権威ある雑誌からの執筆依頼。私とケイちゃんの関係？君の想像通りだよ。穂高さ、姉ちゃんが好きなんだろ。高校生ぐらいの子供か。この少年について話を聞かせていただけますか。お彼岸、空の上は別の世界。昔からね。この場所から出たくて、あの光に入りたくて、必死に走っていた。そしてその果てに君がいたんだ。穂高はさ、この雨が止んでほしいって思う？もしも神様がいるのならばお願いです。僕たちをずっとこのままでいさせてください。愛にできることは、もう大人になるよ少年。俺はただもう一度あの人に会いたいんだ。